義理の大切さというものを感じています。えっ、ー、といい人生にする。 とにやっぱりり区切りが大事ななんんだろうなと思う思ですねそれはちょうど今日が4月の3日日曜日で新しい年度が始まったところではありますがつい数日前に3月が終わり3月31日いわゆる日本中における年度が終わり4月の1日金曜日というものがあって区切りがあったんだろうなと思っております。1年だと正月に参拝をして今年1年がよくなりますようにってみんなやりますよね。 でも同じようにして1か月でも同じことがあるんじゃないかとで同じように1週間でもそうじゃないかと同じように1日でも今日が終わったというものとかやっぱり今ちょうど我々は区切りで年度のちょうどまたいだところで新入学とかね新入社員とかっていうものがあるから新しく思うんですけどもさらにもう少し自分の意識を高めようとすれば 毎月やっぱり新しいことがあるじゃないかと月が新しくなるじゃないかと毎日日にちって新しくなるじゃないかだろうかと日々新しく思うっていうことが可能なんじゃないだろうかっていうこういう言葉があるんですねそういう考え方があるとでも我々は日常普通に毎日が過ぎててなんとなく一日なんだよねっていうかもしれないんですけどもその日は誰かが生まれた日誰かの誕生日であったりまたは誰かが死んだ日命日であったりする ととということを考えるとやっぱり一日一日というものをもう少し何て言うのかな意識を持って、えー、ある意識を持たないとできないと思うんですけどもそういうふうに思うこと今日って大事な一日だよなって思うことによって一日を、まあ、稲森さんは一日一日をど真剣に生きるという表現をしますがそういうような気持ちを持って生きていくことってできるんじゃないかなと思ったものですからお話をさせていただきました。